4月27日、中央競馬の競走馬情報です。レース予想や穴馬情報はチャンネル概要欄を参照ください。また、この動画での期待値高めと言っている馬はノートの予想とは異なる基準で評価しています。オッズにもよるのでご参考まで。それではスタート。新潟第一レース、4歳以上障害未勝利、芝2890メートル、目標タイムは2分 48.2 秒です。期待値が高めな馬はパーリープラック、オールフラッグ、リレーションシップです。新潟第2レース、3歳未勝利、ダート1800メートル、目標タイムは1分 55.8 秒です。期待値が高めな馬は大新サンディ、ダンズドール、エスカラージです。新潟第3レース、3歳未勝利、ダート1200メートル、目標タイムは1分 12.8 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。新潟第4レース、4歳以上障害 OP、芝2890メートル、目標タイムは3分 14.8 秒です。期待値が高めな馬はビジュネルです。新潟第5レース、3歳未勝利、芝2000メートル、目標タイムは2分 1.3 秒です。期待値が高めな馬はプロスペクト、GT ユルズです。新潟第6レース、3歳未勝利、芝1000メートル、目標タイムは0分 57.8 秒です。期待値が高めな馬はワクワクさせてです。新潟第7レース、4歳以上1勝クラス、ダート1800メートル、目標タイムは1分 54.1 秒です。期待値が高めな馬は切れないか、サーティファイドです。新潟第8レース、4歳以上1勝クラス、芝1600メートル、目標タイムは1分 34.5 秒です。期待値が高めな馬はハリケーンリッチ、サファイア、ヨーシタンレイです。新潟第9レース、わらび賞、ダート1800メートル、目標タイムは1分 54.2 秒です。期待値が高めな馬は OK バーディー、北野雷神、アリエスキングです。新潟第10レース、胎内川特別、芝1800メートル、目標タイムは1分 47.5 秒です。期待値が高めな馬はゴッドファーザー、アクートゥス、エクロールです。新潟第11レース、サンジョンステークス、ダート1800メートル、目標タイムは1分 53.0 秒です。期待値が高めな馬はよりのサファイア、ミファボリート、ピースオブザライフです。新潟第12レース、4歳以上1勝クラス、芝1200メートル、目標タイムは1分 9.6 秒です。期待値が高めな馬はパショナード、ホイッスルソング、ブラビーノです。東京第1レース、3歳未勝利、ダート1400メートル、目標タイムは1分 25.7 秒です。期待値が高めな馬はルージュベルベット、ベルブリエです。東京第2レース、3歳未勝利、ダート1600メートル、目標タイムは1分 38.7 秒です。期待値が高めな馬はアルビアです。東京第3レース、3歳未勝利、ダート2100メートル、目標タイムは2分 13.8 秒です。期待値が高めな馬はオメガジェットマン、ウェーブロックです。東京第4レース、3歳未勝利、芝1600メートル、目標タイムは1分 34.9 秒です。期待値が高めな馬はセイウンチドリ、カーウネスです。東京第5レース、3歳未勝利、芝1800メートル、目標タイムは1分 48.2 秒です。期待値が高めな馬はルトゥールです。東京第6レース、3歳1勝クラス、芝1600メートル、目標タイムは1分 34.7 秒です。期待値が高めな馬はリメリックです。東京第7レース、4歳以上1勝クラス、ダート1600メートル、目標タイムは1分 37.9 秒です。
期待値の高めな馬はベネロングポイント、ヒシルリアン、コリエンテスです。東京第8レース、4歳以上1勝クラス、ダート1400メートル、目標タイムは1分 25.1 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。東京第9レース、コレマサステークス、ダート2100メートル、目標タイムは2分 10.4 秒です。期待値が高めな馬はメイプルリッチ、ジタロウ、ハギノサステナブルです。東京第10レース、府中市市制施行70周年記念、芝2000メートル、目標タイムは2分 0.6 秒です。期待値が高めな馬はアイカイマッケンロー、当選料、アグラシアドです。東京第11レース、大場賞、芝2400メートル、目標タイムは2分 25.1 秒です。期待値が高めな馬は湘南ラプンタ、ウィーンマクシマムです。東京第12レース、4歳以上2勝クラス、ダート2100メートル、目標タイムは2分 11.2 秒です。期待値が高めな馬はトラクティーボ、熱血社長、ララエフォールです。京都第1レース、3歳未勝利、ダート1800メートル、目標タイムは1分 55.4 秒です。期待値が高めな馬は超頑張れ、ブレイブハートマンです。京都第2レース、3歳未勝利、ダート1200メートル、目標タイムは1分 13.3 秒です。期待値が高めな馬はハッピーダンス、エクセレンアンサー、ペレグリンです。京都第3レース、3歳未勝利、ダート1900メートル、目標タイムは2分 1.9 秒です。期待値が高めな馬はレイドデザート、カズビトシャ、ダブルジャッジです。京都第4レース、3歳未勝利、芝1600メートル、目標タイムは1分 35.0 秒です。期待値が高めな馬はダイジェストです。京都第5レース、3歳未勝利、芝1800メートル、目標タイムは1分 48.4 秒です。期待値が高めな馬はパンフアギアです。京都第6レース、4歳以上1勝クラス、芝2200メートル、目標タイムは2分 13.5 秒です。期待値が高めな馬はダノンクルム、ローレルキャニオン、ナムララジベラです。京都第7レース、4歳以上1勝クラス、ダート1800メートル、目標タイムは1分 54.7 秒です。期待値が高めな馬はタガノエリザベス、サルサディーバ、サイモンコーラルです。京都第8レース、4歳以上1勝クラス、ダート1200メートル、目標タイムは1分 12.5 秒です。期待値が高めな馬はマルモリキング、ゴイゴイス、シグルドリーグアです。京都第9レース、ヤグルマ賞、芝2200メートル、目標タイムは2分 14.1 秒です。期待値が高めな馬はヒヒーン、ジルカーノです。京都第10レース、お池特別、芝1400メートル、目標タイムは1分 20.9 秒です。期待値が高めな馬はアスクエピソードです。京都第11レース、ユニコーンステークス、ダート1900メートル、目標タイムは1分 59.3 秒です。期待値が高めな馬はラムジェットです。京都第12レース、4歳以上2勝クラス、ダート1400メートル、目標タイムは1分 24.3 秒です。期待値が高めな馬はバトゥッキー、トモジャケイヤ、カッティングジムです。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。それでも良ければどうぞ。ゴールドルパン、ロードスパイラル、マイネルコロングス、ガトレニ、カーリーブラック、栗のハニー、タイクーン、テンコマンドゥール、ダンツドール、シャローム、スマイルサミット、ビエータメンテ、ダイシンサンディ、
アグリアス、西野サイエン、ヨリナエスポワール、ジャスパーさん、ヒストリアノワール、ゴルトベーレ、パラソル、レーヌクロード、マイネルオーシャン、白川の関、ズイユンゴサイ、メテオクイーン、ユニベールアン、チソチョウ、オーケンボス、アイソーザスター、インテンソ、北野雷神、オメガオリーブ、マイネルメモリー、エクロール、ゲンパチムサシ、フォレストキャット、名称オーロラ、ヨリのサファイア、ピースオブザライフ、サイモンカーチス、サンダーボール、ゴールデンモモコ、花散る里、ダイアビック、セユンマカロン、アルビア、ライクファーザー、グラスフェロー、ディエモンクール、ゴールデンリーク、シンプロレタリアト、コンドライト、クラート、トゥービートライン、不退転ロック、ヒミノフラッシュ、ビップスコーピオン、ハギノサステナブル、ボーンジーニアス、ライリッツ、北三道神、マイネルモーンと、西野フィアンス、シュガー君、ウィーンマクシマム、コスモブッドレア、インテリアルライン、トーセンクライスト、ウィンドスピード、ショーガンバレー、ベルブ、タイセイファルクス、トレポンティ、エイカイゴールド、ファピオラ、アットアブラスト、ティータイム、タガノエリザベス、キャロルビアンカ、マルモリキング、ビナカントー、ゴイゴイス、ユリシーズ、アキニューニュー、ザパリスマッチ、サイレントグループ、ジョセフィーナ、ウィーンデイジー、システムリブート、レッドアバンティ、サトノエピック、エイカイソウル、ピューアキアン、ジャスパージェット、マイネルサハラ、名称キット、シゲルタヌキ、ダリゴルカ、クラウンチャンス、パーカッション、アスクブラボー、GT ユルス、ブラックルチル、イデアガウディ、ミッシーフォール、マリノバレリーナ、クイーンズカムイ、ウィーンアイオライト、ドナッパール、コルベイユ、スマートムーラン、ホイッスルソング、雪のローシャン、メインストリーム、ロジミザイ、エポペア、ジャンヌローサ、ロザシアニン、ルクスフロンティア、ウィーンリブルマン、モカフラワー、マーシャルポイント、ピナーカ、モズブルーム、カフジホルニウム、ハッピーダンス、エクセレンアサー、マコトジャーベ、GT 無双、オールオンフリーク、エルプロフェッサー、サウンドノバ、パンフアギア、ステラマリーナ、ザウリ、名称アジロ、ワンダーヘイルネス、アクアバーナル、アロマデローサ、シンプリーオーサム、K.I. オメガ、ヤマニンドリュール、リレーションシップ、フォルスタクラス、プロスペクト、アクートゥス、エアウェイトゴー、キョウエイディーズ、マイネルケレリウス、ロジルーラー、エデントール、熱血社長、ソルアマゾン、カズビト社、テイオーロバート、アマソナ、オーパンバル、テイエムフォンテ、マドモアゼルハポン、プエルトプラタ、ファビュラスロード、サペラビ、オシリスブレイン、ベストインクラス、オリエンタルキング、アリエスキング、タガノチュール、コレオグラファー、レリジールダモーレ、マルカシャルマン、ナックブレイブ、マイレーヌ、ツインクルトーズ、エクサビット、サクラサルーテ、ソリッドエビデンス、オーベルトゥーレ、ハクサンフラッシュ、ジェンマ、グッドエクスプレス、レオボヌール、キャネル、セユンチドリ、ユラグリーン、カーウネウス、
カイマナエレーレ、プリンセスアメリカ、ルージュラフェリア、バビロン、ブリックバーン、アイソーザライト、イエバンポルッカ、グローリーカフェ、ダディーズオリア、ロジハーピン、グランアルティスタ、サハラバンクール、ブレイブハートマン、知性大器、名称吉野、カフジテルビウム、ライテニング、エンタブラチュア、ハセのビーバー、ヒルのセビリア、フラッシュフリーズ、エールクイーン、サイモンコーラル、ロードドミニオン、サンガネーブ、レイナーレナ、アスクエピソード、ウィーンバングース、テラステラ、アスクキングコング、名称カイト、ノットイナフ、ミッキーファイト、ラオラシオン、エムズマインド、エイカイマッケンロ、シャトーディフ、ゴールドジャンパー、フェインズポイント、キトゥンヒール、ルトゥール、ジュントネフ、トレチーメ、ランプロファイア、魔王の嵐、チスコ、サウンドベール、コンプラセンシア、名称ナラシバ、ブリッジワン、マコタイガ、クラウングスタフ、ウィーンセレーネ、トロバトーレ、アトラクティーボ、ホーオーアムルーズ、ムルソー、カッコヨカ、ネイルンノ、ミスターローズ、グラストンベリー、シャンパンコール、ダノンレーニア、シグムンド、ルクスミッシェル、クイーンズワーフ、ギーロカスタル、ブリオンカズマ、モズテイクオフ、ノーブルシェイド、サファイア、カッカパッカブ、フレンチギフト、キャンディタフト、アーススピリット、滝桜、ランドエース、エウロス、フェスティブカレン、マリンバンカー、アニトラ、西野スピカ、人生、アバンデル、ナムラミック、アイアンオール、ミッションルース、チリエージョドラマ、エクササイズ、エニーアース、ヒヒーン、スナックラファエロ、ゼンダンスカイ、風のランナー、競泳スティール、名称なおまさ。新潟第一レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。まずは6番バトレニが先頭に立ちます。2番手は9番アドマイアレビン、14番テンコマンドゥールカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番バトレニ、その後には10番リレーションシックと9番アドマイアレビンが続きます。10番リレーションシックそのまま逃げ切れるか、独走か。10番リレーションシップが1着見事。続くは6番、9番、7番か。新潟第2レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。5番シャロームが前に行きます。その後ろには1番アパイシュナール、10番リエータメンテか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番シャローム、その後には10番リエータメンテと1番アパイシュナールが続きます。10番リエータメンテが先頭に立つか、追い抜くか。10番リエータメンテが1着見事。続くは1番、5番、8番か。新潟第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは6番アメリカンチケットが好スタートを切った。2番手は12番モーニントンライン、1番フォートボヤールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番モーニントンライン、その後には6番アメリカンチケットと1番フォートボヤールが続きます。12番モーニントンラインそのまま逃げ切れるか、独走か。12番モーニントンラインが1着見事。続くは6番、10番。新潟第4レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。3番パーカッションが早速先頭を取る。後を追うのは4番ビジュネル、2番サペラビか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番サペラビ。その後には4番ビジュネルと3番パーカッションが続きます。7番カイザーバローズが後ろから追ってくる、先頭か。7番カイザーバローズが1着見事。続くは3番、2番、4番か。新潟第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。
まずは7番プロスペクトが先頭に立ちます。2番手は8番マイネルオーシャン、5番オルデランカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番プロスペクト、その後には8番マイネルオーシャンと5番オルデランが続きます。8番マイネルオーシャンそのままに出来れるか、独走か。8番マイネルオーシャンがゴールイン。続くは7番、13番、9番か。新潟第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。12番クリーゲリンが前に行きます。並ぶように16番ゴールドジャンパ、13番マリのバレリーナか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番クリーゲリン。その後には16番ゴールドジャンパーと13番マリのバレリーナが続きます。16番ゴールドジャンパーが後ろから追ってくる。追い抜くか。16番ゴールドジャンパーがゴールイン。続くは13番、2番、3番か。新潟第7レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは8番インテンソが好スタートを切った。並ぶように3番オリエンタルキング、2番アイソーザスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番インテンソ、その後には2番アイソーザスターと6番切れないかが続きます。6番切れないかが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番切れないかがゴールイン。続くは1番、8番、7番か。新潟第8レース、各馬、揃って。スタートを切りました。6番キトゥンズマーチが早速先頭を取る。その後ろには8番ウィンアイオライト、3番サファイアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番キトゥンズマーチ。その後には8番ウィンアイオライトと3番サファイアが続きます。9番ドナウパールが後ろから追ってくる。先頭か。9番ドナウパールがゴールイン。続くは1番、3番、4番か。新潟第9レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。4番 OK バーディーが前に行きます。並ぶように6番キャストロペテ、14番アスクヒロイズダイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番 OK バーディー。その後には7番ことほどさようにと6番キャストロペテが続きます。4番 OK バーディーそのまま逃げ切れるか、独走か。4番 OK バーディーがゴールイン。続くは12番、7番、9番か。新潟第10レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。まずは4番ゴッドファーザーが好スタートを切った。2番手は5番タガノチュー、6番エクロールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ゴッドファーザー、その後には5番タガノチュールと6番エクロールが続きます。3番マイネルメモリーが追い上げてくる、先頭か。3番マイネルメモリーが1着見事。続くは8番、7番、10番か。新潟第11レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは2番グラストンメリ。その後ろには6番ミファボリート、3番名勝オーロラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番グラストンメリ。その後には6番ミファボリートと10番よりのサファイアが続きます。10番よりのサファイアが先頭に立つか、追い抜くか。10番よりのサファイアがゴールイン。続くは7番、6番、1番か。新潟第12レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。先頭を走るは8番マイレーヌ。後を追うのは9番スイープラン、10番ツインクルトーズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番マイレーヌ。その後には9番スイープランと10番ツインクルトーズが続きます。2番アパショナードが先頭に立つか、追い抜くか。2番アパショナードがゴールイン。続くは8番、4番、7番か。東京第1レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。6番アピーリングルックが早速先頭を取る。6番アピーリングルックの背後には2番ケアシルバー、5番エクサビットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番アピーリングルック、その後には2番ケアシルバーと5番エクサビットが続きます。6番アピーリングルックそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。6番アピーリングルックが1着見事。続くは5番、1番。東京第2レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは2番クラウングスタッフが先頭に立ちます。並ぶように4番セイウンマカロン、9番ライクファーザーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番クラウングスタッフ。その後には9番ライクファーザーと4番セイウンマカロンが続きます。9番ライクファーザーが追い上げてくる、追い抜くか。9番ライクファーザーがゴールイン。
続くは14番、6番、11番か。東京第3レース、各馬、揃って。スタートが切られました。10番オメガジェットマンが早速先頭を取る。並ぶように7番グッドエクスプレス、9番ウェブロックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番グッドエクスプレス。その後には10番オメガジェットマンと12番ギャネルが続きます。7番グッドエクスプレスそのまま独走か。7番グッドエクスプレスがゴールイン。続くは12番、1番、6番か。東京第4レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは9番鳳凰シェリ。その後ろには13番月が綺麗ですね。11番ベアウェイトゴーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番鳳凰シェリ。その後には5番カーネスと13番月が綺麗ですねが続きます。9番鳳凰シェリそのまま逃げ切れるか。独走か。9番鳳凰シェリが1着見事。続くは15番、14番。東京第5レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは8番ブリックバーンが先頭に立ちます。並ぶように13番ゴールデンルキー、15番コンドライトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ブリックバーン。その後には13番ゴールデンルキーと15番コンドライトが続きます。1番スピンザブラッドが追い上げてくる、追い抜くか。1番スピンザブラッドがゴールイン。続くは15番、12番、7番か。東京第6レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは9番ジャンヌローサが好スタートを切った。後を追うのは4番マリンバンカー、2番ワイのナオミか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ジャンヌローサ。その後には1番ダノンキラウェアと4番マリンバンカーが続きます。9番ジャンヌローサそのまま独走か。9番ジャンヌローサが1着見事。続くは1番、7番、3番か。東京第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは9番ベネロングポイント。9番ベネロングポイントの背後には1番マンダリンボレロ、5番エプルシャージュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ベネロングポイント。その後には1番マンダリンボレロと5番エプルシャージュが続きます。7番トレチーメが先頭に立つか、追い抜くか。7番トレチーメがゴールイン。続くは12番、8番。東京第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは11番ジャミーレが好スタートを切った。その後ろには8番ロザシアに、10番パイリブレか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ジャミーレ。その後には8番ロザシアニンと10番パイリブレが続きます。9番西のスピカが追い上げてくる、先頭か。9番西のスピカがゴールイン。続くは11番、15番、1番か。東京第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは12番ルクスフロンティアが先頭に立ちます。後を追うのは15番ホーオーグ風神、16番北三道進化。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ルクスフロンティア。その後には15番ホーオーグ風神と16番北三道進が続きます。13番メイプルリッジが後ろから追ってくる、先頭か。13番メイプルリッジが1着見事。続くは、東京第10レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは12番ウィンスノーライト。12番ウィンスノーライトの背後には11番マイネルニコラス、2番ウィンリブルマンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ウィンスノーライト。その後には2番ウィンリブルマンと11番マイネルニコラスが続きます。6番ドクタードリトルが後ろから追ってくる、先頭か。6番ドクタードリトルがゴールイン。東京第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。14番コスモブットレアが早速先頭を取る。並ぶように10番ウィンマクシマム、8番パワーホールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ウィンマクシマム。その後には14番コスモブットレアと11番シュバルツクーゲルが続きます。17番トロバトーレが後ろから追ってくる、先頭か。17番トロバトーレがゴールイン。続くは9番、1番、7番か。東京第12レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは11番ガンウルフが先頭に立ちます。その後ろには7番アトラクティーボ、1番インペリアルラインか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ガンウルフ。その後には7番アトラクティーボと3番アコークローが続きます。3番アコークローが後ろから追ってくる。先頭か。3番アコークローが1着見事。続くは7番、8番、9番か。京都第1レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。まずは12番ミッションルーツが先頭に立ちます。12番ミッションルースの背後には4番グーベルナイル、5番エニーズネフユーカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ミッションルース。その後には4番グーベルナイルと9番超頑張れが続きます。12番ミッションルースそのまま独走か、逃げ切れるか。12番ミッションルースがゴールイン。続くは4番、9番。京都第2レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。7番ペレグリーンが前に行きます。後を追うのは13番ブライトルピナス、9番ハッピーダンスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは13番ブライトルピナス。その後には7番ペレグリーンと9番ハッピーダンスが続きます。9番ハッピーダンスが先頭に立つか、追い抜くか。9番ハッピーダンスがゴールイン。続くは13番、1番、7番か。京都第3レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは1番カズビト社が先頭に立ちます。2番手は2番 SO ライジング、6番カフジテルリュームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番カズビト社、その後には5番レイドデザートと6番カフジテルリュームが続きます。10番 G ベックが追い上げてくる、追い抜くか。10番 G ベックが1着見事。続くは5番、3番、1番か。京都第4レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは17番サウンドの馬。並ぶように11番エルプロフェッサ、5番マコトジャーベか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは17番サウンドの馬。その後には16番ニックオブタイムと11番エルプロフェッサーが続きます。3番ツーネサーンが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番ツーネサーンが1着見事。続くは16番、7番、14。京都第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは17番ファピオラ。2番手は6番トレポンティ、3番インフルブルームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番トレポンティ、その後には2番パンフアギアと3番インフルブルームが続きます。8番エコテーラーが後ろから追ってくる、追い抜くか。8番エコテーラーが1着見事。続くは14番、2番、5番か。京都第6レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは5番ママソナが好スタートを切った。後を追うのは1番ジュンツバメ返し、10番ダノンクロムか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ジュンツバメ返し、その後には5番ママソナと10番ダノンクロムが続きます。10番ダノンクロムが追い上げてくる、追い抜くか。10番ダノンクロムがゴールイン。続くは3番、1番、8番か。京都第7レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは5番サルサディーバが好スタートを切った。5番サルサディーバの背後には3番ディクレアブルーム、4番タガノエリザベスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番サルサディーバ、その後には4番タガノエリザベスと3番ディクレアブルームが続きます。5番サルサディーバそのまま独走か、逃げ切れるか。5番サルサディーバが1着見事。続くは6番、2番。京都第8レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。5番サンガネイブが早速先頭を取る。5番サンガネイブの背後には12番ルジュルミナス、1番ザウリカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番サンガネイブ。その後には1番ザウリと8番ゴイゴイスーが続きます。5番サンガネイブそのまま逃げ切れるか、独走か。5番サンガネイブが1着見事。続くは1番、6番、8番か。京都第9レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは10番クイーンズワーフ。その後ろには9番ジョセフィーナ、1番アキニューミューか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ジョセフィーナ、その後には10番クイーンズワーフと3番サイレントグルーヴが続きます。9番ジョセフィーナが先頭に立つか、追い抜くか。9番ジョセフイーナがゴールイン。続くは8番、11番、6番か。
京都第10レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。先頭を走るは1番システムリブート。後を追うのは3番ウィンバーグス、8番レッドアバンティカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番システムリブート。その後には3番ウィンバーグスと8番レッドアバンティが続きます。10番ワロマでローサが追い上げてくる、追い抜くか。10番ワロマでローサがゴールイン。続くは5番、4番、2番か。京都第11レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。先頭を走るは12番ムルソ。後を追うのは1番スナークラファエロ、13番風のランナーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ムルソ。その後には13番風のランナーと14番ゲワキアンが続きます。13番風のランナーが追い上げてくる、追い抜くか。13番風のランナーが1着見事。続くは12番、4番、9番か。京都第12レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは4番福の若葉が好スタートを切った。並ぶように14番バスドラムガール、13番友邪慶やか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番福の若葉。その後には14番バスドラムガールと13番友邪慶やが続きます。12番パーティーベルが追い上げてくる、追い抜くか。12番パーティーベルがゴールイン。続くは5番、2番、9番か、9番か、9番。